変わらず変わらない。どうしよっかね、本当にね、もう諦めたんですよ。あれ終わってね、まあこれちょっと別の日にまた撮ってるんですけど、もうね、何しても、もう変わらんかった、残念ながら。もう音楽がおどろおどろしながらやってるっていうね。それは別に構わんのやけど、ちょっとこれさ。OK。よし、OK、いた。ああ、ごめん、マイクカチャンってしちゃった。クリア、ふぅー。それはいいんだけど、これでまだいるんだよね。ドミトちゃん。あれ、ドミトちゃんあれ、ドミトちゃんがいなくなった。ドミトちゃーん。あ、いる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 。もう逃げ場はないわよ。逃げ場はないですよね。そりゃそうですよね。ごめんなさい。おお、お前ら入ってくんのかい。お前らって言ったけど、お前だけだったね。こっち入ってくる？ちょっと待って。ここもしかして本当に無限脇？いるね。来てるね、来てるね。あ、ちょ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 。いや、ふざけてはないです。至って真剣なんです。至って真剣なんだけど、ふざけてるのはこのゲームなんだよね、マジでね。なんでこんなことになっちまったかね。皆さん、今、私がどこを歩いて、どこを走って、で、何で苦しんでるか、ご理解いただけてます？大丈夫です？ついてきてる？ついてこれてる？そう、来たね、ここね。で、ここカチャコーンって、これが、でかいよね。こんだけあったら家族みんな入れるんだよな。多分何人家族になってもいけると思うんだよな。宿所のルージュ。で、まさかと思うけど、ここにドミト入ってくる？大丈夫？おお、入ってきてんじゃん、マジかよ。あれ、こんなところ入ってくるだす？よう。どうしよっか。どうしよっか、どうしよっか。ここカチャコン。で、こっち来る？こっち来たね。ようこそいらっしゃいまし。よし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 。これで抜けていったから、次向かうべきところは、どこだったっけ？あれ、どこだったっけ？なんか上でシャキーンって言ってるけど、これもしかして、タイラント並みに、俺が歩くよりもあいつが走る、俺が走るよりもあいつが歩く方が早いっていうオチ？もうオチオチとこれ、無理じゃねえ？もうなんかもう普通にさ、さあ、やっていきましょうか。ドミトレスク城ツアーやってまいります。さあ、お兄さんについてこれるかなつって。では、右手に見えますわ。ドミトレスク夫人と申しまして、とか言って。なんか、そんなね、なんか、うわぁ、なんだ、次は、ちょっと待って、気づいて、おぉ、虫がいっぱい来てる。ズガー、言われた。ちょっと待って、助けて、ヘルプ、ウィー。そんな、うぐっちょ、調べる。少し、違う、それをやってる間に、それをやってる間に、虫がいっぱい来てる出す。ボギョ。もう来ない出す。おう、危ねえ。ちゃ。こんだけ怖いのって、もうほんとあれだよね。もうこのドミトレスク城か、もう、上手くらいだよね。あー、怖い。銀の指輪。銀の指輪。これ何かはめるんだったっけ？あ、そっか、鉄格子の鍵であれだ。地下行けるんだったね。そうやね。地下行けるだすなんだすけど、ちょっと待って、地下行く前にここをなんとかやらなきゃいけないだ。あれ、ちょっと待って、なんか落とさなかったっけ？もうほんと世界が違って見えるんだよね。これほんと素晴らしいよね。で、ここに行くだすには、こいつを装備しとくだす。で、こっち登るだす。これ合ってるだす。どこ行った？こんな、あ、いた。ふざけたまねを。いや、ふざけてないです。至って真面目です。至って真剣に。お前は私の大事な獲物なんだから。皆さん注目。おっぱい。行かれた魔女め。魔女じゃないです。虫です。ドマイ。ああ、なんとかなったね。もうね、ここから見なくても外が見えるんだよね。素晴らしいよね。うん。それはいいとして、台座のついた。これなんて名前だったっけ？で、これを確か、違う。こいつを、これを後ろ、くる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 。ポン
って取ってあげると、オッケー、じゃこれでいけるだすね。よし、じゃこれで手に入れたから、いよいよラスボス、ドミトレスク城のラスボスと戦いに行こうというところなんだけど、ほんとちょっと落ち着くためにもね、あーかわいそうに砕け散っちゃって。磯辺餅を食べましょう。磯辺餅おすすめっすね。うん、あのどこだっけ、あ、シャトレーゼの磯辺餅を今食べてるんですけど、1個あたり31キロカロリーの、タンパク質 0.6、脂質 0.1、この脂質 0.1 のがやっぱ和菓子のいいところで、うん。で、炭水化物 7g で、これ6個入りなんですよ。うん。だからまあ、3つくらいを、よし、これで出られるはず。筋トレ前とかに食べるといいかもしれない。お餅。ただね、ちょっとね、お醤油があるんで、うん。で、いるんじゃなかったっけ、いるよね、やっぱりね。地下牢に行きたいんだけど、これついてると大丈夫かな。ここから見えてないはずなんだ。こっちからスケスケなんだけど、こっちから見えてないはず、あっちから見えてないはずなんだけど。そう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 。え？見えてる、まさか。大丈夫だよね。大丈夫だよね。中庭行く？これある意味チートだよね。よし、オッケー。地下に行きたいんだけど、あ、バレた、やべ。え？まさかと思うけどこっち来ないよね。いるけど、いるけどいないみたいな。で、首がないんだよね。首がないドスク夫人なんだよね。で、こっち行きたいんだけど、こっち合ってる？合ってるね。で、ここで、ちょっととあるアイテムを手に入れようと思うんだけど、ちょっとまあ、で、階段降りていったときに、いずれ、あれ、ちょっと待って。世界が真っ白なんだよね。ここでドミトレスク夫人がもし仮に出てきたとしたら、俺も発狂するよ、怖すぎて。ある種無理ゲーだよね、これ。よいしょっけ。あと2体かな？近く。オッケー。倒した？倒せてない。よいしょっけ。これで終わりかな？お金、お金はお金、進めない壁、何があるの？ちょっと待って、本当に進めないだす。こっちで合ってる？あ、ちょっと待って。あ、これさ、これ本当なんか、迷い出したら、本当に進めないところになっちまう。あれ？お？あ、いけたいけた。こっち、こいつはもともと骨。なんか拾った。拾った。オッケー。で、こっちは、あ、無理だね。これはこっちだよな。で、こう行って、こうだね。よし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 。あ、いけたいけたいけた。で、ここの鉄格子の鍵を使って、あ、カチャコン。で、これで、もうさすがに、鉄格子の鍵、これまだいる、あ、そうか、いるな。確か、あれの時にいるんだったな。おう。これをピストル打ち込んで、お金。で、まずは、こいつをバシュッとやって、で、火つけます。これ両方つけなきゃいけなかったんだっけ？確かね。いける？無理ゲーか？めちゃめちゃ回ってるけど。これなんか、一発目やったときすげえ時間かかった記憶があるんだよな。いけたか？無理か？もうちょっとこっちに寄せて。ああ、無理。ちょっと待って。これでなんかこのパート終わりそうな気もする。これむずいんだよな、確かな、結構な。ほら。いけねえんだよな。逆にこっちからつけてあげる？ほっ。オッケー。お。つかないんかーい。うわ、つけよ。なんかね、すごい、もう距離感がよくわからなくなるよね、こうなってくると。ほい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 。お、くっつくか。
エンザー、あー、くそ、ちょっと待って、お付き合いくださいね。ほい、お、いったいった、よしよしよし、ちょっと磯辺餅を口に含んだ瞬間だったね。これちなみにここに出てくるこのおは、あ、まあ骨がいっぱいあるからあれなのか。いや、なんかさ、その、なんだろう、実はドミトレスクの旦那さんでしたみたいな、だったら面白いのになと思って。で、これをはめて逆に、こいつは、特にあるわけじゃないのか。工学、工学、工学。よし、じゃあこれで、終わりかな？お城の散策に関しては。もうお城戻ってこれなくなっちゃうからね。まあ、いっか、ちょっと待って。あ、なんかあったわ。よかった。これ手に入れられたから。ちょっと待って。え、本当に進めない？これ。本当に進めない？ん？ん？出れなくなっちゃった。あ、出れた。こっち進む。あ、やった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 。で、これ奥まで進んでいって、奥まで進めなくて。あれ？おろ？よし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 。で、こっちをちょっと抜けて、あー、なんとか戻ってこれた。さて、で、問題はよ。問題はあの女がどこにいるかなんだよな。ドデカイデスク、ドデカミン夫人どこにいるかなんだよな。もうこれ、ベビーのところほんと怖いだろうな。こうなったらな。いるね、目の前に。どうしよっかな。このドミトレスク家の高貴な血筋を全て根絶やしにしようというのか、うん、まあそうだね、3体とも倒しちゃったからね。来る？来るよね。あ、来たね。オッケーオッケー、ついといてついといて。で、ついてきたはいいけど、ほ、違う。これまた、なんか嫌な予感がする。ですよね。ですよね。なんか変な、なんかちょっと、太ってそうな男の声が聞こえてきたぞ。遊びたいっていうの？遊びたいです、ぜひ。私のことを無知でぶってください。そんな趣味はないけど、逆に無知でぶちたいタイプなんですけどね。どっちかというとね。どこに行ったかな？で、悲嘆の仮面。OK。これはめたから、もういないよね。いる？消えた？おーおーおー、目の前にいたわ。ほいほい。帽子が取れたら面白いんだけどな。結局こいつの帽子が取れた姿あんま見えてないんだもんね。怒らないで、そんなに。にしようというのか。もういいじゃん、もう別に寝返しになったところで。あともう何年生きてんのよ。それはいいとして、これなんか最高に、あ、じゃあ最高にじゃなかった。最高にめっちゃ安いねって言おうとしたらそうでもなかった。よし、じゃあ9万1000か。大してあれないな。祝寿で、この辺りかな。あ、キーピック、あ、キーピックどっか使えるところあったよね。カチャ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 、あった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 、あそこだ。そしたら、とりあえずちょっと、あー、まだ3日、まあ、持ってく。どっかでまだキーピック使いそうなところありそうな気もするもんね。よし、じゃあこれで。これは買い取り価格を弾まなければ。16000足りないですね。やっぱ威力上げたいもんね。これなんだ？あ、そうそうそう。こいつが欲しいんだけど、残念ながら。武士の確保は何よりも。どうしようかな。で、こいつと、そう、こいつ。ちょっと時間余ってるな。次回ちょっと、まあ、ドミトちゃんをボコボコにしばくやれをしようと思うんだけど、とりあえず、音楽の始まり方がすげえおどろおどろしいんだよな。そう、このシステムがね、なんかね、すごいやりにくいんだよね。なんでシフトキーなんだろうと思うよね。ちょっと待ってね。
これが終わったらコンパート終わりにしてね、あの次回あのちょっと城の主とね、キャッキャウフフのイチャイチャパラダイスをやろうと思いますので、ごめん、とりあえずあの左に寄せていくスタイルで行こうと思ってるんで、うん、すげえ汚いな、左に寄せていくスタイルだとしても、まあちょっとそれはご愛嬌ということね。じゃあどうしようかな、もうどうせもうそろそろ無限武器とかもあれだから全然寄せれてねえな。まあいいや、音楽も盛り上がってきたというところでね、コンパートはね終了とさせていただきたいというふうに思います。ということで次回からこの女をねちょっと熟女をねはめてやろうと思いますんで、逃げんじゃねえ、うれ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 、ほら来た、あーごめんなさい。じゃあチャンネル登録と応援よろしくお願いします。ではまた次回バトルでお会いしましょう。バイバーイ。